彫刻を通じてしか抵抗できないのに、石持って爆弾持ってお前爆弾投げに行くわけにいかんやろ、米兵に。それはできない。テロはやっぱり悪なんですよ。子供も全部殺すからね。テロは許されない。テロになったらいかんわけよ。彫刻は正当な理由だ、表現だ、芸術だ。だから彫刻でもってしか抵抗できないわけです。子供から孫までみんな大勢集まりました。そしておじいおばあたちのことを心から思ってごちそうもたくさんうさぎてみんなで楽しくやりました。どうぞこれからあとも子供孫みんなの健康をお守りください。そして武装に行ってまた遠いところから私たちも見守ってください。今日は本当にありがとう、3日間ありがとうございました。ありがとうございました。